やあ、ユキオ、今日も来てたのか。うっす。姉の話だがな、おかげでかなりうまくいってるぜ。あのガキ、裏社会の誰にも話通してやがらなかった。それにつけ込みゃ、かなり手数料巻き上げられそうだ。いや、油断すんなよ。あ、銀大地はどうも身の程知らずというか、プライドが高いらしくてな、懲りずに方々へ声をかけてるらしい。清介さんに何か仕掛けてくる可能性もある。ユキオが周り固めてりゃ近寄らないさ。腕に自信はあるが、数が多けりゃ手が回んねえ可能性もある。何より忙しいのは趣味じゃねえ。じゃあボディーガードでも雇えってか。お、その通り。実は一人いいのがいてな、ちょうどあんたに紹介したくてここに呼んでたんだ。そろそろ来る時間だぜ。表に来いよ。ユキオがそこまで腕を買ってるなんてね。どんなやつなんだ。会えばわかるさ。よう、光。俺を電話一つで呼び出せんのは勇気だけだよ。で、そっちが紹介したいって人。おい、勇気よ。なんだこのふざけたやつは。ふざけんじゃ。まずは挨拶だろうが。なめてんじゃねえぞ。はじめまして。言えるか。おい光、やめろ。そいつは敵じゃねえ。だってムカついたんだもん。まあ、ユキに免じてこれくらいにしといてあげる。おい、大丈夫か。光に蹴られてまだ立ってられるなんて大したもんだ。これぐらいなんてことはねえよ。とにかくそいつ腕は確かだな。だろう。きっと清介さんを守れるさ。ついてこい。ボスのとこに連れてってやれ。ただし覚悟しな。あの人のそばには格闘家上がりの側近がいる。そいつと腕試しさせられて死んだやつも。望むところさ。ああ、長かったな、ここまで。ようやく目障りな奴がくたばった。たぬき親父はアジアの星をカズマに譲るつもりだったようだが、もはや死人に口なしよ。まあ当然だ。あれは獅子神家長男、この俺清介にふさわしい宝石なのだから。カズマは所詮温室育ちの次男坊、脅せばすぐにテンパりやがった。折れるのも時間の問題さ。緊急記者会見。話題沸騰。彗星のごとく現れた敏腕青年実業家銀大地氏がさらなるビジョンを発表するようです。銀大地さん、よろしくお願いします。はい。なんか俺自身楽しいことやってたらいつの間にか事業として成功しちゃってたってとこあるんで、だったら大好きなパーティーも仕事にしちゃえみたいなってことで、銀河最強のパーティーぶち上げるんで、みんなチェケしてね。芸能人にインフルエンサー、ミュージシャン、イケてる人たちめっちゃ集めてるから。ちなみに後ろで控えてるうちのイケメン執事も登場しちゃうよ。執事くんはフリー素材だから、フォトスポットだから、ガンガン写真撮ってタグ付けしてシェアしてね。このサービス精神と人懐っこさが彼の人気の人。銀大地、アホで生意気なガキだが、人を引きつける何かはあるのやもしれん。しかしなかなか慎重な男でもあるようだな。身辺調査で弱み一つ出てこなかったのは初めてだ。箱屋がこの俺に助けを求めたのもうなずける。さて、ここで邪魔な若い目を摘む手もあるが、取り込んでおいた方がいいだろう。実にいい手駒になってくれそうだからな。顔を合わせてみるとするか。俺だ、
例のパーティーの件だが、